はい、皆さんこんにちは、カズエントです。こんにちは、トクです。いや、トク、はい、今日何本撮ったと思う？10本ぐらいですか。もうなんかもっと撮ってたの感じするよね。なんか別チャンネルのこととかも入れたらなんか結構やったし、結構やったね。うん、なんかですね、初めて12時間を超えるぐらいずっと撮影してたり、いろんななんかこの YouTube だけにこんだけ没頭して時間使ったなという一日でした。そうですね、初めてです、ね、いかがでしたか？疲れましたね。疲れたね、はい、いやでもまあね、この疲れたんですけども、まあ、あのやる意味はすごいあるのかな、あったのかなと思っております、うん、っていうのもやっぱり皆さんからのこういうフィードバック、まあ、チャンネル登録だったり、うん、グッドボタン、そしてコメントであったりとか、またはですね、応援してますよの声、まあなんかそういうのにね、助けられていて、我々はね、こうやって毎日動画を上げられているということでございます。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、今週の土曜日、これを公開しているのが、土曜日だから、ごめんなさい、日曜日ですね。はい。あの、パワちゃん。うん。うん。大阪大会の方にですね、私と徳2名で、行くということで、まあ皆さんとね、お会いする機会も本当にあるのかななんて思っております。また、はい、北海道行ったり、福岡行ったりっていうところも計画しておりますので、まあ皆さんと会う機会がある。まあそんな中でですね、まあ何か皆さんと一緒にいろんなことできないかなっていうことを日々考えている中で、まあ我々に会ったらですね、まずお声掛けいただいて、うん、で、まあなんか顔出ししてもいいですよっていう方がいたら、まあなんかその場でなんか動画とか撮りたいなーなんて思っておりました。そうですね、ぜひ、うん、俺が SR ガチャ券 SR はないな、SR10% とか 30% で多分10枚ぐらい溜まってるんで、うん、ぜひそれ、まあ、顔出し OK で動画引きたい、うん、ガチャ引きたいとかあったら、ぜひあの俺のガチャ券差し上げるっていうか、おお、アカウント解くのを引かせるってことね、うん、おお、ぜひ引いてほしいな、皆さんに引いて動画出したいなと思ってるんで、まあなんか先着順っぽくなりそうだけど、なんかうまい感じでなんかやりたいよね。そうですね、まあ第1号はやっぱりシングルさんで始まるのかな、で最後はタッツーさんかな、おお、まあわからないですけど、まあでもほんと10枚ぐらいあるんで、ぜひなんか一緒に、うん、うん、パワープロチャンピオンシップですか、今回の名前、うんうん、パワープロチャンピオンシップの会場内でなんかそういうことできたら嬉しいです。そうだね、はい、まあメインとなるイベントはね、もう本当にあのコナミさんが出演してるものなので、まあどっかちょっとそば外の方に行って、うん、なんかちょいちょいやるとか、多分そういう感じになるかと思いますし、はい、あの我々はですね、28日はそのまま宿泊してですね、29日月曜日まで大阪に滞在する予定ですので、まあなんかそこのタイミングとかでもね、もし皆さんにお会いできる何かがあるんであれば、うん、まあそのタイミングでもいいですし、まあこのね、大阪に行くっていう機会を、まあ無駄にしないように、まあ皆さんとしっかり交流ができたらいいなぁなんて思っています。はい、まあとはいえね、あの声かけんなよオーラ出すと思うんで、彼はもうすごいですよ。もうこんなでっかいサングラスかけて、もうヒゲなんかもうちょっと つけ足して。つけ足す？つけ足して。で、もう、なんていうんですか、明日美容室行ってエクステつけるって言ったんで、もう別人ですよ。逆に絡みやすいな。お前何やってんのって。まあなんかね、そんな感じでやっていきたいなーなんて思っています。はい。どうなんだろうね。てかそもそも何人ぐらい来るイベントなの？なんか2000人以上来ると何かもらえるみたいなのもあったじゃん。はい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 。まあどうなんですかね。どうなんだろうね。まあ大阪大会場所によって全然違うと思うんですよ。いや、そうだよ。大阪の方、ね、関西の方の接し方とかもあんまり分かってないからさ。うん。まあ大阪大会去年ほんとどれぐらいいたかっていうのもね、去年行ってないんで分からないんで。うん。私逆に私たちが去年東京行ったように、やっぱある程度その地域別にだと思うんですよ。まあ東京から行く人もいるけどね。北海道に行って、うん、福岡に行ってとかって方もいると思うんですけど、まあ基本的にはやっぱり、九州の人は九州のね、うん、1個の箱に集まってとか、そういうのだと思うんで、うん、まあなんか大阪毎年行かれるみたいな、うん、大阪の時は行くみたいな方たちと、普段会えない方たちと、そこで交流するって感じですよね。まあでも楽しみだよね。うん、楽しみです、うん。ちなみにあのスケジュール感で言うとですね、まあ9時半頃には、あの、トクが寝坊してこなければ、9時半頃には会場つけるんじゃないかなと思っております。はい。うん。どうだろう。はい、結構大変だぜ。そうですね、新幹線寝るしかないな。いやもうほんと全然寝れてないんでね最近。うん、マジもう、まあでも頑張るしかないですね。うん、まあ、爆睡して、あの新幹線で爆睡してですね、あのだからもう一足早く福岡とかまで行っちゃってください。
そうですね。福岡？まあでももう、俺、正直もう今回俺決めてて、うん、パワフェスでプレイはしないです。うん、ただその間なんか普通にカズさんの動画撮ったり、なんか普通に他のそこにいる方たちと、例えばシングルさんが来るとか言ってたし、まあミストさんもね、また来るとか、うんうん、まあ他にもいろんな方たちがね、来られる中でいろんな人と普通に会話して、交流会ね。本当それで俺はいいかなって思ってます。うん。鏡だね。全然もう。うん。だから、俺何すりゃいいのかな、お酒とか適当に飲んで、人にずっとこういう感じで。違う、みんなさ、そういう感じかな。パワフェスやってる時にもうワンカップ片手に、こうやって飲んでる。それでいい、俺はいいと思ってます、俺は。うん。普通にそれでみんなとなんか誰か喋ってた。で、コナミの人に、すいません、飲食の方は禁止なんダメなんですって言われて。別の形で壇上に俺上がれるかもしれない。そうだ。いや、面白いね。はい。うん。まあ、私はですね、一応なんか目標みたいなのも決めとこうと思ってて、予選って言われるの。はい。は突破したいって思ってる。はいはいはい。うん。もちろんイベキャラ次第っていうところもあるし、うん、難しい部分も多分あると思うの。その、はい、イベキャラの知識とかもそこまでないしね。そうですね。だから、準決勝以降に端末がさ、運営側から配られる端末になるでしょ、はいはいはい、もうそこは勝てないと思ってる。うん。うん。知識もないし。ただ、やっぱりせっかく行くからさ、名前を残せるところまでは頑張りたいなと思ってる。そうですね。ただまあそれも厳しいと思うよ。うん。うん。だからそこら辺はね、そんななんか大それたもう本当に、めちゃくちゃやられてる方たちですか、うん、トップランカーの方たちにはもうかなわないので、もう胸を借りる気持ちでやっていこうかなと思うのが一応目標かな。あとはやっぱりより多くの人と皆さんとお話ししたいっていうのが目標ですね。そうですね。うん。そうですね、そこですね。うん。あと、やっぱり、今ちょっとネモさんとさ、もう本当に、後ろの方でなんかいろいろやってるやつあるじゃん。はい。もう練ってる企画。うん。あれをしっかりちゃんとコナミさんにお見せしたいなっていう感じかな。そうですね。はい。次につながるようにね。そうですね、それもできたらいいですね。うん。はい。あとなんか、美味しいお酒飲みたい。そうですね、いやでももう本当にその日朝早すぎるから、マジで、すぐ寝るんじゃないですか。すぐ寝るかな。そうだよね。まあ動画公開したいしな。そこすぐホテル戻っていろいろやって、うん、じゃあどっか行くかっつったらもうくたんか。ですよね。そうだよな、ね、その体力ありますかね。いや俺ないと思う。でも地方行くってそういう楽しさあるからさ。ああ、まあでもちょっとそうだな。いやだからどうせ動画の編集を夜して、うん、だから俺らからなんか企画してって最初考えてたけど、そこはないんですよ、今回。ちょっとやめとこうと思ってて。はい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 、はい。うん、逆になんか皆さんから招待されるんだったら、まあちょっと考えば。上から。うん。まあ俺はもう、うん、いや、俺ないわ。そうだないか。俺夜はもう編集して、あげて、寝る。うん、で、翌日の。シングルさんとかと、うん、もう計画している撮影。うん。もうそこでまた気合入れる。なるほどね。うん、パワプロの日のその会場内は俺もずっとお酒飲むわ。そうだよ、ワンカップ持ってこ。で、もうみんながサクセスしてる時にずっとチャチャ入れる。シングルさんにチャチャ入れる。ミソさんにチャチャ入れる。うん、もうそれでいいっす。他の皆さんの方に絡んで。うん。それで俺も絡みまくろ。お酒片手にマジで絡みまくろ。それでいいや、俺。ということでですね、皆さん、ぜひとも、ワンカップ片手に持ってる、特にポチンって肩ぶつかって、お酒パラーンってこぼれて、おいみたいな感じになってください。いや、それはやめてください。まあ、でも本当に楽しみだね。そうそう。なんか、沖縄行ったの俺らいつだっけ ?4 月 ?5 月 そうね。それ以来だよね。うん。うん。やっぱりなんかこういうところでもね、いろんな、方々に会って、普段会えない方々に会って、なんか、よりこの動画に活かせる、なんか話しようよ、みんなで。そうですね。うん。それが理想です。うん。そう、逆にだから俺もうそこでしかないから。うん。うん、だから、いや、趣旨そっちなんですよ、カズさん。そうだよ、分かってるよ。うん。そうじゃなくて行かないもん。ですね。カットで。ノーカットでお届けいたします。まあじゃあそんな感じですか。はい。うん。
まあちょっとなんかこの動画はね上がった時に皆さんねもし行かれる方はぜひともコメントください。あ、ください。うん、で特コメント見てあ何々さん来たんだなみたいな感じに多分思うと思うんで、うん、ぜひともシングルですとかね、うん、ミストですみたいなね、そうですね、なんかそういう、ベイスターズファンですみたいなね、はいはいはい、斎藤ですみたいなね、なんかそういうのをくれると嬉しいな、はい、そうですね、うん、もう本当にコメントのこの YouTube 内でのアイコンだったり名前はもう多分ほとんど俺も本当覚えてるから、うん、その名前で会場で言ってもらえたらおーってなれます多分、うん、ぜひ声かけてほしいです、よろしくお願いいたします。じゃあそんな感じでよろしいですか。はい、はい、ではですね大阪大会に参加されるという方はぜひともお声掛けの方よろしくお願いいたします。それでしてね、北海道福岡の方たちもちょっとまだ行けるか分かんないんですけども可能な限り行きたいなーなんて思っていますんで、ぜひとも来てくださいみたいなコメントとかお寄せください。まあでももうそれも結構来てましたね。来てた、はい、なんか義務感になってきたまあぜひ行けたら行きたいですね、うん、そうですね。じゃあそんな感じで引き続き動画の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひともお願いします。お願いいたします。そんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。